皆さんこんにちは。今日はいいお天気ですね。カーテンが風に揺れてとってもなんか爽やかな一日です。さて今日は島村とちょっとキャンドゥに行ってきたんですけども、最初にこのキャンドゥで買ったスマートフォン用リングライト、こちらは330円の商品です。これでスマートフォンにこのリングライトをつけて綺麗に撮れるという代物なんですけども、早速ちょっと試してみたいと思います。中身はこんな感じで、これがクリップになっててね、ここが開くんですよ。だから簡単にこれをこう装着するだけなんですけども、ちょっとやってみます。これはね、330円商品なのであれですよ、ケーブルで充電じゃなくて乾電池、単4乾電池2本で使えるタイプです。はい、単4電池2本つけました。はい、ちょっと装着は違う iPhone につけてみました。こんな感じで、そしてライトつくんですけど、このこっちを押すとライトがつきました。これ逆でしたね、逆だわ。これは自撮りするときね、ライトをこっち向きにします。はい、かわいいスヌーピーちゃんがライトをつけるとこんな感じ。ライト消してみますね。ライト消すとこんな感じ。やっぱちょっと暗いですよね。ほんでね、明るさも段階が できる。1回、2回、3回、3段調節ができて、一番明るいとこんな感じで、はっきりくっきり撮れる感じですね。なかなかいいです。キャンドゥで買ったスマートフォン用リングライト、結構使えるんじゃないでしょうか。いやー、いて見つけてよかったです。これから重宝すると思います。はい、お次は島村で購入した商品です。6月11日にヌムさんのバッグとアクセサリー発売になったんですけども、ちょっと仕事だったので土日行けなくて、今日ちょっと覗いてきました。1つ目、490円のイヤリング、これかわいいなと思って、発売の前からちょっと気にかけていた商品、これ1個だけ売れ残ってました。ゲットできてよかったです。可愛いんですよ、これ揺れるのね、夏っぽくていいですよね、シルバータイプ。ほんでもう一つは金の雫型の真珠がパールがついたやつ、これも490円、これもなんか可愛いなと思って買ってきました。なかなかいいですね、楽しみです。もう一つ、なんかこれはムームさんじゃないんですけど、前髪を留めるペン、何ピン、スヌーピーの可愛かったのでちょっと買ってきました。390円。あれですよね、眉毛描くときとかね、眉毛描くときとかなんか見ちゃって前髪邪魔な時ね、あ、これいいなと思って買ってきました。あとこれまた買っちゃいました、ミニ財布、本革ミニ財布。ちょっとこれあれなんだけど、ピンクなのよ、本当の色はピンクでございます。でね、この前私が買ったのはこれね、茶色、こっち買ったんだけど、すんごいこれ重宝してて使いやすいので、ちょっとこのピンクがあったので今日はピンクももう一個買ってきちゃいました。
こちらが897円。本革の。いいですね。これね、本当にね、小さくても万能ミニ財布。とっても重宝しました。で、2個目のピンク色も購入いたしました。またここにスヌーピーのシールくっつけようかなと思ってます。はい、今日は島村さんでは以上のもの4点買ってきました。なんか島村ではいつも4点買うね。何なんだろう。癖かしら。あとこの、何でしたっけ？ライト。今もつけて撮影してるんですけども、このキャンドゥさんで買ったスマートフォン用リングライト330円も買ってきましたという動画でした。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。また次回はどんなお買い物になるか、それともどっか行ったお話になるか分かりませんが、楽しみにしていてください。では皆様、またねー。1週間楽しくお過ごしくださーい。かわいいスヌーピー。ちょっとスヌーピーにお洋服作ってみたんですけど、ティッシュで。どうかな？どうかな？この洋服。